ん、なんかいるぞ。まずい。誰か誰か多分一撃な殴られたらやれちゃいますからね。突撃にしないみんな。私より先に行ってほしいもん。行きなみんな。バカがバカの方が突っ込んでった。お、来たぞ。なんかのそのそとラーメン三重視みたいな感じで連れてこられた。ラダゴス、さて人の仕事場に踏み込んできて部下まで始末したお前は一体何者だ。弟と妹はどこだ。俺の部下はこの辺でどれだけガキをさらったと思ってるんだ。ああこれ、あーちょっと、なに、なに、あ死んだんだけど。人の話聞かないからなんで先に言わないと。これだから今ので丸を押すと決闘になるから、うん、決闘じゃなくて集団戦にした方がいいですよって言いたかったです。遅いよ助かったって。もう一回やれって。お、来たな。画面三重視が来た。何者だって。下ね、下ね。奴隷商人に決闘は不要だ。皆の者攻撃せよ。終わった。終わったけど。いやいいぞー。面白、うん、いや強くなって押し入ろうよ。何これ。やばい。私たちのリルコだ。そのウジ、はい、名字、うん、ABC しかないんだよね。そうですね。ふわふわリルコ、うん、はい、はい、え、かっこいいじゃん。なんこれ、うさぎさん、くまさん、食べっ子動物みたいだなこれ、うん、めちゃくちゃある。食べっ子動物にしようかな。こんな感じ。これ食べっ子動物でいいでしょ。サイズ小さ。あまりにもこんぐらいか。食べっ子動物、はい、行ってきます。これでチュートリアルが終了。やったー、はい、今度は何の量だ。戦いに来たのだ。降参するか。さもなくば死ね。みんな待って、馬乗ってない。行けー。あそこの兵士はみんな超強かったんですよ。なるほど、そんな感じに見えなかったけどね。私まあまあ体力ねえな。当てる。よし、じゃああとは頼んだぞみんな、うん、私が引きつける。いやー、いいぞー、食べっ子動物隊。私のね、結構いるな敵。じゃあ頼んだわみんな。今回の味方マジクソ雑魚なんで。まずい、まあ、難易度低いんで多分勝てるとは思うんですけど。一応追従にしとくわ。じゃあそうっすね。かわいい子たちよ。私の後ろからついてきなさい。いけるコンパクト、うん、剣にしとこう。お、強いですね。これ強いですからね。あ、負けたけど完了で。